さすがの試合でしたよ。さすがチャンピオンです。ねえ皆さん、今の試合どうですか？すごい試合でしたよね。だから7回防衛してるんですよね。7回も7回も防衛してるよ。そんな姿に見えないけどな。おいこのタイミングで俺と近藤が出てきた。おい神戸のみんなもう分かるよね、この状況。次の挑戦者近藤と、そして先日プロレスリングドアに入団したこのEitaだ。さあどうする？おいお前何回挑戦すんねん。もしかしてやねんボケ。おいちゃんと口が悪いよ。そりゃよくないよ。てか俺の話聞いてんのねえ、どうすんの？挑戦受けんの？受けないの？今ここで答え聞かせてくれよ。挑戦受けてるわ。おいキングコング、お前が負けたらな、お前のケツの穴に指突っ込んで奥歯ガタガタ言わすとボケー。うまそうかよ。おい忠介、あいたつば飲むんじゃねえぞ。おいいやーチャンピオン7回も防衛してんの。あんな顔で7回も防衛してんの。いやーだからなめられるんじゃないの。おい次の挑戦者はね、ここにいる近藤とプロレスリングの所属のEitaね、あと忠介にもね言われてたけど、挑戦ねちょっとしすぎじゃない？3回目な。3回目の挑戦ね、多いねちょっとね。ちょっと待って、あいつら2人後輩、お前も後輩、さん付けだお前。ほんとさんだもんね。まあレベルの違い見せたのが、それからおいそうだ思い出したよ。おい忠介、お前さチャンピオンなんだろ、ジュニアタッグのチャンピオンなんだろ。リング上でさあんななんか汚いさ言葉言っちゃダメよあれ。どんどんレベルが落ちちゃうよ。まあ自分で言ったんだからな。おい吐いた唾飲むんじゃねえぞ。